皆さんご機嫌いかがでしょうか大和物語の第89弾2回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはまたという漢字です。次はおいてという漢字を崩したものでおと読みます。これはな。これはしです。 次は女という漢字です。これはにという漢字を崩したものでにと読みます。次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。これはよ。次はひ。これは剣闘士の剣という漢字を崩したものでけと読みます。これは流れるという漢字を崩したものでると読みます。 次は時という漢字を崩したものです。これは生徒のとという漢字を崩したもので、つと読みます。注意してください。これはと。次はめ。これは手です。次は読むという漢字を崩したものです。これはた。次はり。 これは介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。これは類という漢字を崩したもので、ると読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。また、同じ女に通いけるとき、勤めて読んだりける。また、同じ女の人のところに通っていたとき、朝早く女の人が読んだ歌。 となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはあこれはけそしてぬこれはと次はてこれはいですこれはそ次はきですこれはも 次は、そ。そして、す。次は、るです。これは、あ。次は、ふ。これは、人弁に左、佐藤さんのさという漢字を崩したもので、さと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、の。 次は木。これはり。次は多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これはち。これはぬ。次はと。これはも。そしてひです。次はと。これはに。これは木です。 次はか。これはす。次はな。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。開けぬとて急ぎもぞする大阪の。霧立ちぬとも人に聞かすな。夜が明けてしまったと言って急いでお帰りになるといけませんよ。大阪山に霧が立ったともあの方に聞かせないでくださいね。 となります次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはおいてという漢字を崩したものでおと読みます。次はとこれはここれはものという漢字を崩したものではと読みます。次はしこれは目です。 次は古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次は道路の路という漢字を崩したもので、路と読みます。これはよ。次はむ。これはたです。次はり。これは剣闘士の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これはる。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。「男」はじめごろ読むたりける。読むとありますが読みとした方がよろしいようです。男がこの女のところに通い始めた頃読んだ歌となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「い」。 次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。これはし。次はて。これはわ。次はれんという漢字を崩したもので、れと読みます。次ははちという漢字を崩したもので、はと読みます。これはき。 次は、え。これは、な。そして、ん。次は、心しという漢字を崩したもので、しと読みます。次は、ら。これは、つゆという漢字を崩したものです。これは、の。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、へ。 次は、里という漢字を崩したもので、りと読みます。次は、て、これは、のです。次は、ち、これは、能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。次は、二文字続けて、ものと書いてあります。次は、八という漢字を崩したもので、はと読みます。 これは「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます。これは「も」。次は「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みます。これは「し」。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。いかにして「我は消え難」「白ゆの」「帰りて」のちの「ものは思わず」。 どうかして私は白つゆのように消えてなくなってしまいたい。そうしたら、家に帰ってのち、恋に悩むこともないでしょう。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、返すという漢字を崩したものです。次は、し。それでは読んでみましょう。 返し,返しの歌となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はきこれは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。これはな。次はる。 これは木。次は3という漢字を崩したもので、みと読みます。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はあ。これはさ。次はか。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は3という漢字を崩したもので、みと読みます。 次はて、これはし。そして可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はな。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はへ。これはり。次はて。これはの。次はち。 これは八という漢字を崩したもので、はと読みます。次は2文字続けて、ものと読みましょう。次は、や。これは、お。ここも2文字続けて読んでみましょう。元とふです。次は、と。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。書きほなる。 君が朝顔を見てしかな。帰りての後は物や思うと。朝のあなたの顔を拝見したいものです。家へ帰っての後は、そんなに悩んでいらっしゃるのでしょうか、ということを確かめるために。となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。